ははいどうも皆さんこんこにちはあのさまあこれなんだろうな僕その芸人のラジオをねよく聞く芸人さんのラジオをよく聞くんですがその若手芸人の高齢化じゃないですけどその昔ってさその若手芸人っつったら20代っていうイメージなんだけど 今もうさ40代とかでもその若手っつとあれだけど結構そのやっと40でそのメディア出れるようになったとかってもうざらにいるんですよね。であの芸人さんのラジオをさ聞くとさやっぱさ皆さんその廊下の話をしてんのね <laughs> で。で変な話だよね。であのー、僕はその廊下の話って多分面白くないなって思って。 って,って思っててっていうかあのでも芸人さんは面白く話してるんですよ。で僕も面白いなと思いながら聞くんだけどただまあ僕こと僕に関してはそんなこと聞かされる若い人の身にもなってみろって思っちゃうからあんまり今まで抑制してきたんですけどでもなんか一回しとこうと思って <laughs> で。でえー、っとこれねなんか。 まあ今僕45ですわ。で、えー、っとね、まあ、なんだろうな、僕はちょっと特殊,特殊事情があって、それはそのうつのこともあるし、あとは、えー、っと、筋トレを40歳で始めて、すごく体も変わってきて。 でこの5年間でむしろ筋肉量っていうのがもう今の人生最高に多いぐらいなんね。で言うとなんか20代の頃よりもある意味においては体力というかがあるところもあってさちょっと不思議な状態なんだけどでもそれとは別な次元で老化っていうのは進んでて何だろうな例えばこれが春日さんとかねオードリーのとかもラジオよく言うけどなんかも朝起きて。 たたた時にどっかか体が痛いみたいみのは当たり前でとか <laughs> こんなん20代の頃とかなありえなかったじゃないですか <laughs> とかはもう普通にありますよそれは。であとで僕はなんか幸いといったらあれだけどあの老眼がまだ来てなくてでも多分もう来るのは時間の問題でしょなんか周り見てれば。 なんか僕ぐらいの年齢っていうのは老眼にみんななっていくっていう、まあ、僕が老眼にならなかったらそれは相当運が良かったんだろうと思うんだけどただね僕ねあの前も言ったけどあのえっと10年前もうちょっと前か11年11年前ぐらいにえっとレーシックの手術をしてで目が良くなって裸眼で過ごせるようになって非常に快適なんだけど僕の生活っていうのが割と一日中パソコンもすれば 本もいいっぱい読むし、えー、特にやっぱそのうつの2年とかはうんとこうかなりこう家からも出ないしねすごくその人が禁眼になる生活習慣を続けてきたからあの「れしくした瞬間は1.5」だった視力が今0.6とかに落ちてんのね。でもしかしかたらなんだけど そのおかげで老眼がが来てない説があってっていうのは老眼って近視の人って来るのが遅かったりそもそも来なかったりするらしいんですよだから僕はなんかその近眼になったゆえに老眼からは逃れてる可能性があってで僕の仕事のことを考えれば、えっと、老眼近眼の方がまだマシなんですよね その老眼が来るよりは。ていうのはその文字を書いたり読んだりもすごくするしあのそうそう読書っていうのは僕の生命線でもあるからまあ,あのなったらなったでメガネかけるなりなんなりすればいいだけの話なんだけどえっと老眼は来てないただね他にねいろいろあって何ていうの,そのこれはだから45歳以上の人は分かってくれると思うんですけど何ていうの,その1年のうちにその。 体調がどこかどこも悪くない日を探すのが難しいぐらいなんか常にあるっていう <laughs> で。で、いや、そうだよなと思って、そりゃ、芸人さんもさ、廊下の話するわな、みたいなのとかって思って、じゃあ、俺もしいよと思ってしてます。で、最近で言うとね、僕、 あの毎朝、えっと、僕はエバーノートに、えっと、その体調をメモするんです朝の体調夜の体調昼の体調だから1日2回起きた時と寝る前にその日の,その食事とか、えー、今日の体調はこんな感じだったでその日の湿度その日の気圧 その日のの日睡眠時間みたいなのをログしてるんですよでそれはまあ僕がどんな状態が揃うとうつになったりとかするのかなっていうのをモニターしたいっていうのもあるし、まあ、あとは健康管理ですよねあんまりこう暴飲暴食しないねそういうストッパーにもなってくれるし、まあ、レ,レコーディングダイエットに近いようなことでもあるし、えー、運動ちゃんとできてるかな、まあ、そういうことをモニターする。でそここになんかこう朝 こんな今日は不調があるみたいなのをメモるんだけど何にもない日を探すのが難しいっていうね <laughs> で最近だとこの2週間は喉ですねで喉に関してはね何だろうな喉が意外がするでこれ炎症なのかアレルギーなのかどっちかわからないんだが多分まあ乾燥とかもあるんでしょういろいろあって喉がイガイガしてもう朝起きたらもう 痰がすごく絡んでて喉が声もガラガラだしみたいな。で、まあ、その日中になると比較的よくなるんだけどその状態が今2週間続いててなかなか治らないねとかあとはね近年増えてきたのは耳がねキーンとなる。でこれはね分かんない原因分かんない。原因わかんないで僕の弟は <coughs> あのストレス性の突発性難聴を発症して入院して結果治らなくて今も、えっと、片耳がほとんど聞こえないねまああのスガさんもなったけどなんかとで僕もなんかいつかなるんじゃないかとまあそのねその病気っていうのは家計で結構なりやすい病気って似てるからあなるんじゃないかと恐れながら生きてるんだけどなんかねあのね特にね気圧が急に 上がったりとか下がったりした日って左耳が変なボワーンするんですよね。で、これね。1個だけ対策艦なんか今のところうまくいってるのはあのね。酔い止めの薬にアネロンってやつがあってでそれなんかね。あのマジラブの野田くんが酔ね。車酔いがひどすぎるらしいんですよ。それでなんかアネロンを常にカバンにね。 入れてるっていうのをラジオで聞いて「ああネロンか」と思ってアネロン買ってでねそのあえっ、ー、と今日はすごく気圧が変わった日に、えー、と夜アネロンを飲んでから、ね、寝るようになってからその翌朝キーンってならなくなったんですね。ででで多分そのの内内耳なんですよであの車酔いとかって内耳 がおかししくなるらしいんですで、えー、酔い止めの薬っていうのは内耳を麻痺させるららしいんですよねだからそれが多分関係があるんだけどとにかくそのもう定期的に耳左耳の違和感みたいなのはあのー、この数年はか,かなり多いしで喉でしょで体のどこかが痛いはあるしあとはその生傷が絶えないね。でこれは <laughs> これは僕の特殊事情で。 あのねね筋トレしてると、ね、生傷絶えないんで,すよでそれはねあのえっとそのまあダンベルって重いんですよ。<laughs> でえっと僕今例えばねそのダンベルベンチプレスっていう種目があってでそれ今片手3 8キロでやってんのね。 でまあこれ結構トレーニングする人からするとまあまあな重量なんですよ3 8キロのダンベルってで。しかもパワーブロックっていう結構こう角張った形のバーベル、ね、ダンベル使ってるからそれをその2オンでスタートポジションにね持ってくのがまあ怖くて怖くて。 <laughs> 本当に怖いもうなんかもう一歩間違ったら一瞬で怪我するからねでもそれやってでそうするとその戻す時とか上げる時とかになんか足とかにガーンとか当たってんですよ。でそうするとその,そのさまあこれ大人あるあるおじさんあるあるっていうか40代あるあるなんだけどそのちょっと内見になる ってさ昔から子供の頃とかからら子の頃とあるわけじゃないだけどそのこの衝撃でこんな内見になるって感じってなんかそのねえ <laughs> 分かりますその当たった強さに対するその内出血の度合いが年々ひどくなってってしかもその,治らなさ、ね、その10代とかさまあ子どもの頃10代の頃とか20代の頃もそうだけどその。 青あざとか作るじゃないですかでもなんかさ23日で治ってなかったですかなんかそれがあれまだまだあるのかっていうその3週間前にバーベルでガツンってやったやつが今も消えないみたいなので言うと常にその前のやつが消える前にまた新しく作られていくからその類の怪我っていうのは筋トレしてればだからもう生傷絶えないですね。 でなんか、ま、他にもなんかこう胃がもたれるだなんだろうな僕の場合ま,まあいろいろありますなんか体がどっかしら痛いとかまあその本当にだからこういうのってさだからその老化だよな老化老いるな人は老いるなっていうのを思ったんだよね。で僕 なんかクリームシチューのねラジオも大好きででねえっと2016年だったと思うんだけどえっと2016年に7年半ぶりにクリームシチューの「オールナイトニッポン」が復活したっていうまあそのラジオリスナーにとっては歴史的な喜びの日があったんですよ。 でその日僕打つから回復して間もない頃確か僕ねもう1時まで起きて3時まで聞きましたよその日ぐらい嬉しかったもうテンション上がっちゃってもう僕にとってはあんななんかもうそんななんか「紅白」とか「目」じゃないですよもう「クリームのオールナイト」が聴けるなんてね井上尚弥の世界タイトルマッチなんて目じゃないですよ クリーームのののオールナイトの方が重要に決まってじじゃなないいですかみたいな感じの僕の価値観で言うとで、うん、で僕のそのクリーム価値観でもうあ夜1時までラジオの前に正座してさ聞いてさでも感動してさでその時によく覚えてオープニングトークで上田さんが7年半だとで終わったのが2008年の年末なんだよね確かね。 で、そっから8年、7年半経って、で、2016年復活しました。それはそのクリームのお二人が、熊本のね、震災の復興のためにチャリティーをしたいっていうので始まったんですよ。この復活,か復活シリーズって。で、まあ、そういうね、心意気というか、男気あふれるね、二人だなあ、相変わらず男気あるなあ、二人とも、と思いながら聞いてたら、まあ、始まったトークが廊下なんですよね。<laughs> それで、上田さんが、 もう本当に老いるよっつって46だよって言ってたのその時で僕その年齢なんですよだからその時の復活クリーム会の時の上田さんの年齢に今年僕46だからだからね今45だけどだからあの時の上田さんと同じ年齢に今追いついてるわけ2016年の時のでその時に上田さんが言ってたのがもう本当に老いるよもう人はもう内側からね 壊れてていいくよよ人間はみたたなこと言ってたんですよ日々壊れていくよっつって <laughs>。でなんか本当に老いを嘆いてたんですよ。でもうもう風邪薬なんて今缶で3錠全部飲んでるからねっつってて <laughs>。でだから要は読めないから缶 <laughs> で3つ飲んでるわ全部みたいな。で言っててさ。 でいやーやっぱみんな芸人さんも老いの話するんだななんて思ってたんだけどでも今僕がそこに追いついた時にやっぱなんか老いた話って人間したくなるんだなと思ってなんか老いた話をしたらどんな気持ちになるんだろうと思って今老いの話をしておりますということでまあこの場合やっぱでも筋トレ絡み多いかななんか怪我がとにかく治りづらいってのマジであるね。 そうだから2倍若い時の2倍怪我しやすい割には若い時よりも2倍回復に時間がかかるっていうスーパーハードモードなんですよね。やっぱ45ともなると人生ハードモードにどんどんなっていくんだけどまあそれでもねなんというかな若作りは別にしたいとは思わないけどあの置、ー、いたからこその。 味を出していいきたいなと思いますねだからそのねえ落合選手のね何回でよかったっけロッテかロッテ時代の三冠王取った時代のホームランも素晴らしいんだけどジャイアンツ時代のあれなんで今のスイングでスタンドまで持ってけるのみたいなもう無駄の一切ないバッティングも素晴らしいじゃないですか。なんかそういうい風に その衰えをごまかしながら <laughs> <あの笑>えこれからも生きていく所存です。ということで今日は <laughs> えっと聖書研究のタイトルは「心を定めて主を求めないという悪事」というタイトルです。<laughs> 第二歴代史の12章の14節 あすいません、えー。彼は悪事を行った、すなわち、その心を定めて、常に主を求めることをしなかったっていう一説なんですけど、これあの、レハブアム王ですね。あの、ソロモンの息子のレハブアム王の話です。で、この人は、だからその、長老たちのね、忠告を聞かずに自分の、 同年代の若い人たちの忠告を聞いて国を分裂させてしまった人ですけどこの人は、えっと、レハブアムは王権を確立し強くなったんですよそれでも南ユーダ王国は。で強くなるに及んで主の立法を捨て去ったっていうふうに書かれてるんですね。えー、第二歴代史の12章の一節にはこういうふうに書かれています。 え少々お待ちくださいね,、えー、とねこう書かれてるんですよレハブアムの王位が確立し彼が強くなると彼は主の立法を捨て彼と共にいた全イスラエルもそうしたって書いてあるんですね。<laughs> でこれはよく見る光景なんだよね。えっと、苦難にあった時に主を信じたけれども主が苦難から助け出しされて成功するともはやような人ばかりに主を捨て去る人って。 まあ時ちらほらほ見,見かけるじゃなないですかなんかんその問題があって危機的な状況になって教会に来て洗礼も受けたけどなんか順調に行き始めると教会来なくなるとか <laughs> いますよね。で、まあ、レハブアムってまさにそういう人で。 でね、やっぱりこれってさ何ていうの芸人さんとかでいうと下,下積み時代売れない地下芸人時代に支えてくれた彼女を売れてスターになると捨ててしまう芸人っていう人がねもうクズだと思うんですけどそんな話ってもう到底許される行為ではないわけですよね。で逆に朱の方が彼を捨てたまあ朱が彼を捨てたって書いてあるんだけどまあそれも無理はないかなと思うんですよね。ししかし12節によると レハブアムがヘリクだったために主は徹底的にユダを滅ぼすことはされなかったっていうふうに12節には書かれています。でレハブアムの人生の総括はじゃあ何かっていうとその理由っていうのが面白くてそれはレハブアムが偶像を国に導入したとか。 勧誘の罪を犯したとか金に目がくらんだとか不正や汚職を働いたとか虐殺をしたとかそういうことではなかったんです悪事を行ったっていうことの内実は何だったかというと心を定めて主を求めることをしなかったこれがレハブアムが行った悪事なんですよでローマ書の14二23節には 「信仰によらないことは皆罪である」っていうふうに書かれてあります。で「聖書の悪いこと」とこの世で考え,ている考えられている「悪事」は同じではないんですよ。重なる部分もあるけれども大きく違う部分もありその大きく違う部分こそが「悪事」とは 心を定めて主を常に求めないことだという今日の箇所のような定義であり信仰から出ていないことは皆罪というローマ書の定義だと思われるんですつまりこの世の基準で言うと信仰から出ていなかろうがそれは罪でもなんでもないし主を求めないっていうのは罪でもなんでもないですよね。この世の基準からすると。だけど聖書の基準からするとそれこそが罪だってことになる。そしてレハブアムの罪はそれだったんですよ。 で私たちは自分で考えるほど賢くはありません、えー、自分で良いと思ってしたことは神の前にはさほど良くないかもしれないし、えー、だとしたら私たちにできることは心を定めて主を第一に求め逐一主にこれは正しいことでしょうか 次には何をすべきでしょうかこれはすべきでしょうか思いとどまるべきでしょうかと判断を主に仰ぐことであると思われます。で、ダビではそのような態度において卓越していたので、 主が最も評価し称賛した王の一人となりまししたた最も賛王のいうよりも最も称賛した王,のした王その人であると言っていいでしょう。でそれはダビデが心を尽くして失敗もしたし、えー、この世の基準でいう悪事も行いました。彼はね会員と殺人も行しましたそれでも彼が、えー、神の御心に、えー、歩んだと言われているのはやっぱり彼がそれでも生涯心を定めて主を求め続けたからですよね。 だ,だけどレハブアムはその功績っていうのは国を確立したしねなんか偶像を導入したわけでも殺人をしたわけでも虐殺したわけでもないだけど彼は悪事を行ったなぜなら彼の人生が信仰から出ていなかったつまり生涯死を求めるという心を定めるということをしなかったから。であるとするならば私たち。 まあ私も心を定めて主を求める生き方を実践するために、えー、今日もね明日も主に聞くための時間を取り分けていくこれがまあ信仰者にとってとても大切なことでこれをしないというのは悪事を働いたっていうことになっちゃうよっていうことは我々主を恐れていく必要があるのかなというふうに思いますね。はい、だからなんか実はそのこれをしたから罪 これをっていうのは我々分かかりやすすいいじゃないですかこれは悪いことだなこれはしちゃいけないよ。ねそういうネガティブリストって分かりやすいんだけどでも聖書が言う根本的な罪って何をしなかったかなんですよね。じゃあそのしなかったことは何かというとこのレハブアムから学べるのは失敗しようが成功しようがとにかく主を求める必死で主にすがる。 これををししないいっていうののが最大の神を悲しませる罪だっていうことですよ、ねまあそれがですねまあレハブアムという失敗例から我々が反面教師的に学べることなのかなというふうに思いますということで今日は「心を定めて主を求めない」という「悪事」というタイトルでお送りしました最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら